It's an accomplice. What's the matter? Let your guard down? Thank you.
All right. All right. Mission accomplished. What's the matter? Let your guard down? What a stupid mission.
I'm used to big fish. Lost. What a surprise. What a stupid mission.
tiny, but small, round, and sweet. Juicy blessings for all. Keep it small, round, and sweet. Juicy blessings for all.
You lost. What a surprise. The world shirks from my wrath. Thank you.
これってこれってもしかして愛？Power leaves you. Now all must seem hopeless for you. Join chaos in oblivion. I control my fate. It's like you want to suffer. James Holt! Say goodbye! Well, you tried your best, and you failed. Train all you want, you'll never catch up. Hello, this is Graf. Thank you for playing in our world. Safe travels, my friend. Plenty of fiends out there. They bite. There's one now! I'll tear that, you fiend! みなさん、こんにちは。グラフ役の竹内俊介です。この度、グラフの出番がね、一旦終了したということなんですけれども、すごく期間的にですもんね、期間的にも長くお世話になりまして、気がつけばグラフが割と日常の一部になっていたような、気がしていました。そんな彼とね、ちょっと一回お別れするのは寂しいですけれども、またどこかね、機会があればね、グラフがまた復活してくれて、今度はね、ちゃんと自分自身いい人間のところをね、多分彼は気づけたと思うんで、今度はそっちの方で頑張れる人になってるんじゃないかななんてことを期待しながら、次の展開を楽しみにしております。竹内俊介でした。ありがとうございました。That was quite an adventure, wasn't it? Sure beat picking up trash on the beach, if you ask me. However, I couldn't have done it without all of my friends who helped me out along the way. And that includes you. Thank you for all of your support. And I hope we meet again.
in this world or another. Konnichiwa, Sophie役 の河野まりかです。話しかけてくれてありがとうございます。ソフィーちゃんを演じさせていただいてですね、本当に楽しい毎日でした。ソフィーちゃんって本当にいろんな表情だったりとか、登場シーンとかのちょっとこう、なんでしょうね、砕けた部分だったりとか、現代人っぽいところのくたびれた感じも大好きなんですけど、いろんな表情を見せてくれるソフィーちゃん、元気なソフィーちゃんをこれからも見守っていてくださいね。さあ皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。Thank you for your companionship during this long adventure. I could not have asked for a more noble warrior of light to be by my side. May hope guide you in the future. But remember, not to follow it blindly. Keep an eye out for the runes. You never know what stories they may hold. セイラ役の原由美です。いや本当に長い期間メビウスにはセイラさんにはお世話になりまして、特にセイラの場合は最初の光の戦士編の時はたまにこう収録がポツポツポツってある感じだったんですけれども、後半の破滅の戦士編になったら割と毎月のように来させていただいていて、いやすごくたくさんセイラさんに触れることができて幸せだったなぁなんていう風に思っております。本当にセイラさん演じさせていただくにあたって、最初もねすごくキャラ作り、最初は操られている王女なセイラさんで、その途中ぐらいからまた村娘なセイラさんを演じさせていただいたり、最後はねウォルの妹としてのセイラを演じさせていただいて、本当にその度にキャラ作りを一緒にこうスタッフさんとたくさん一緒になって作り上げていけたので、私としても本当にセイラさんのこんなたくさんの姿表情を演じることができてすごく幸せでした。はい、なので本当にまた皆さんにお会いできる日が来るといいななんていうふうに思っております。最後までゲームをプレイしてくださって本当にありがとうございました。Many thanks for accompanying us on our journey all these years. Stay hopeful, but not too hopeful. メイヤ役のマオです。皆さん、こちらでは初めましてですね。ありがとうございます。青の魔女として初めて登場させていただいてから、まさかまさかこの第2部破滅の戦士編の最後までこうメンバーとして共に戦っていけるとは思っていなかったので、すごく私自身もとてもとても楽しかったですし幸せでした。まさかメイヤさん自身のことにも触れていただいたりとか、なぜ彼女がこう立ち向かっていったりこう戦う姿勢があるのかっていう、そのバックボーンのようなところもしっかり描いていただいて、
さらにはあのプレイヤブルキャラとして皆さんと一緒に皆さんと一緒にそうですね皆さんとしてあの戦わせていただけるとは思っていなかったので本当に何でしょうすごくすごく幸せでしたしあのメイヤさん自身のあの怪しげな雰囲気だったりこうどこかつかめない感じのあのお芝居もこう演じさせていただいていてとてもあの何でしょう新鮮で勉強にもなりましたしあのなんか大きく私自身も成長できていたらいいなと思うキャラでした。うん、またいつかお会いできる日を楽しみにしています、最後まで遊んでいただきありがとうございました。Thanks for letting me tag along with you on this journey. Which echo was your favorite? Mine was that creepy marionette echo. I like to freak Wall out every now and then. Keeps him on his toes. Oh, remember, you don't have to follow Palamecia's laws outside of the game. Well, until the next adventure. Mobius Final Fantasy Echo 役の丹下さくらです。皆さんここまでプレイしてくださってどうもありがとうございました。半年ぐらいかなってお聞きしてたらなんと5年以上続いて本当に嬉しい限りでねすごく長く続いてよかったです。あのエコーはエコーといっても後半の方はすごくいろんなエコーを担当しましてウォールのそばのエコーメイヤのそばのエコーだったりエコー族として演じてちょっと大変でしたが頑張りました。これからも皆さんまた頭に戻って何度もプレイしてできるんですかねそんなこと頑張ってプレイしてみてください。ずっとずっと楽しんでいただければ幸いです。エコー役の丹下さくらでした。Thank you for playing and coming along with me on this adventure. I didn't want to wear this much clothing, but they made me dress up. We've been through a lot, and not even Palamecia can take that away from us. May we meet again. And remember, don't believe Echo's lies. どうも。オル役の島崎信長です。はいはいどうもありがとうございます。なんかあれですよね、ウォルの見た目からただの僕が出てくるのって不思議ですよね。はい本当にねプレイしていただいてありがとうございます。5年ですか、なかなかないですね。しかもこうやってソーシャルゲームでね継続的にストーリーがしっかりあって収録させていただいて毎月のように撮ってたんですよ。メビウスは長い付き合いになりましたね本当に。うん、いや本当皆さんにね楽しんでいただけてたら本当に嬉しいなと思いますし最後までメビウスファイナルファンタジーお楽しみいただけたらとっても幸せです。というわけで島崎信長でした。モル役でした。はい、どうも